皆様、こんばんは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。本日は、注目を集めるニュースについて、私なりの考えをお話ししていきたいと思います。あのダウンタウンの松本人志さんが芸能活動休止を発表されたというショッキングな報道が飛び込んできました。吉本工業が公式に発表した文面によると、松本さんは一延の報道に対し、裁判に注力するとのこと。これには多くの関係者が動揺していることでしょう。今回の件は単なる一個人の問題ではありません。スタの関係者、そして何よりもファンへの影響は測り し,ないしかし、私は松本さんの決断には一定の理解を示します。なぜかといえば、今の世の中、正しい情報と誤った情報が入り乱れ、偽りが真実に見える時もあります。そんな中で、本人が前に出て真実を主張することは、決して悪いことではないのです。実際、スポンサー離れは避けられないでしょうし、松本さんのブランドにも影響が出ます。ここで大事なのは、裁判を通して事実をはっきりさせ、それによって再びファンの前に立つ覚悟を示すことです。視聴者の皆様がコメントで述べているように、再起を果たすにせよ、 私から言えるのは松本さんはどのような結論を迎えるにせよそのプロセスには透明性が求められるし彼がどれほど多くを犠牲にしているも真実を明らかにする姿勢には敬意を表したいです最後に再びダウンタウン松本人志として活動する日が来ることを私たちも願いその旅路を見守っていきたいと思います